こんにちは、アウトドアファミリーです。はい、本日はですね、コストコのお寿司車中飯行きたいと思います。今回はね、コストコで、生本マグロ寿司ってやつをね、買ってきました。こんな感じです。こんな感じのを買ってきました。生本マグロ寿司。本マグロだよ。本マグロね、え、美味しそう。すごいお値段が2198円、税込みということなんですけれども、これ1貫あたりいくらになるんだ。122円。1貫あたりね、122円だそうです。ちょっと開けてみたいと思います、ね。はい、まずお寿司と入ってたのがお醤油が、まあ2つですね、はい、お醤油が2つ、それとわさびが2つ、それとあとガリですね。はい、はい、入ってます。こんな感じですね。画面の下の方の部分が大トロになるんですかね。大トロと真ん中の列が赤身、そして一番上の列が多分中トロになると思います。見た目でそんな感じなんじゃないかなというふうに思っております。美味しそうじゃない。美味しそう。めちゃめちゃ美味しそうじゃない。めちゃくちゃ美味しそうです。大トロなんか大変やばいよね、ね、油のりのり、はい、ということでね、はい、車中飯したいと思います。はい、じゃあまずはお茶を沸かそうか。あったかいの飲みたいね。あったかいの飲みたいよ ね。お茶沸かそうと思います、うん、はい、よし、じゃあお水入れておこうか、うん、水入れて沸かしましょう。お腹グーグーなってる。お腹なってる。お腹なってる。それでそこの下、あ、出た出た。お、いいね。あ、もういいよ。沸いてる沸いてる沸いてる。完全に沸いてます。完全に沸いてます。完全に沸いてます。あ、沸いてる沸いてる。沸いてます沸いてます。熱くて飲めなくなっちゃう。はい。何？ルイボスティー。それではいただきます。いただきます。うまそ う、 そう、めちゃめちゃうまそうです。わさび、まずこれついてるやつ使っちゃう。あ、そうだね。じゃあ醤油を、うん、醤油よいしょ。うん、大きいでしょ、うん、ね、うわー、うまい。うん、マグロ、マグロうまい。おいしい。おいしいね。おいしい。スペシャル。おいしい。めっちゃうまいわ。満足だね。満足な美味しさ。美味しすぎる。でね、シャリがね、大きい。うん、ね、すんごいでかい ね。やっぱり、うん、あのくるくる寿司とはちょっと違うね。違いますね。当たり前だけど、うん、ネタもすごい大きいですよ、うん、本当ね。ね、うん、これ中トロっぽいやついってみようかな、うん。うん、うん、うまいね、うん、やっぱり赤身より脂が乗った感じ。そんな感じ。うん、うん、うん、あ、うまいわ。程よい脂ね、うん、脂が程よく乗ってて、うん、美味しいです、うん、マグロの香りがいいね。ねえ、で生臭くない、うん、全然、うん、ほんとね、うん、美味しい。そしてこのトロ行ってみたいと思います。
こんなに分厚いネタすごいですよね。大きくて、ほら、うわすごいよこれ、すごい分厚ね。え、これは大トロですよね。ね、色的にもう完全に。あ、でも見た目よりそんなに脂っこくないっていうか、うんうん、いや、もっと正直うわーって脂が来るのかなと思ったんだけど、うん、そこまででもないね。しつこくないね、うん、いや、程よい脂加減っていうのかな、ほんと、いや、うまいわ。おいしい、おいしいね。いや、めちゃめちゃおいしいですこれ。これさ、結構足りないかなって言って買ってきたんだよね。うん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 、あのほら、いつもくるくる寿司の感覚でいるから、うんうん、多分シャリの大きさとかネタの大きさが全然違うから、うん、要は倍まではいかないかもしれないけど、うん、かなりやっぱり量的に多いよね、普通のくるくる寿司から比べると。多い、うん、多い。結構ね、お腹いっぱいになるの早いかもしれない、うん、あ、そう、うん、うまい、おいしいね、うん、いや、すごい厚さだよ、うん、ネタがすごい大きい、大きい、うん、シャリもでかいし、シャリも大きい、うん、全てがいつも言ってるくるくる寿司の 1.5 倍ぐらい、うん、食べ応えが、お口いっぱいね、うん、お口いっぱい、うん、なっちゃうね、うん、大きいから、うん、ね、ガリがそういえば、あ、そうだそうだ、うん、ガリがあったんだ、うん、で、このマグロの寿司は、うん、サビ抜き、あ、サビ抜きなんだね、うん、サビがついてないです。そうだそうだ、じゃあお子さんのいる家庭でも、うん、食べられるね。親とか大人の方は、うん、サビを別にね、うん、つければいいから、うん、うん、うまいしか言ってないのか、うんうん、しつこくなく食べれるね、うん、結構きついのかなと思ったけど、そう、これ真っ白だったじゃん、うん、大トロの部分が、うん、だからほんと正直俺もちょっとしつこいのかなと思ったんだけど、うん、全然だね、ラス1、うん、締めは大トロで行かせていただきます